バーチャルイーゲーマーの薄井って言います。インターネットの人たちからは、バチャイゲとか、薄井ちゃんとかって呼ばれてます。よろしくねー。格ゲーやります。対人戦と CPU 戦しか存在しない仕様、割り切っていますね。メカニム、おい。マイク。これ、見ている人には伝わらないと思うんですけど、カーソル移動の重厚感が、すごいんですよね。ステージは、なんと堂々5種類を収録。左がバーチャルイーゲーマーです。やるなマイク。いや、まさかな。メカニカル検定、サイバーコパンデンタ、うえ、やるじゃない。うまいなー。はあ、うまい。今のがめくりか。勉強になりますね。しっかりと切れ目を狙ってくる。切れ目を狙って、こう。体をねじりながら飛ぶ技を。負けられん。メタリックパンチング。させろ。手が長い。パンチが届かない。足も長い。粉くそ。うやややや。歩きを交えながら壁際に追い詰めるのも有効な戦法ですね。っていう感じで、ロボの子パンで大体全てがなんとかなるため、私のような初心者にも極めて優しい格ゲーです。どうですか。なんとこちらのゲーム、任天堂ストアにて749円で購入できますので、お友達と集まってロボで子パンを当て合いましょう。実際、キャラは適当だし、ステージも少ないし、かなりチープな内容なのは間違いないんですけど、対人戦でどう盛り上がるのかはかなり気になるところではあるんですよね。オンライン機能もないし、そうなるとバーチャルイーゲーマー対人戦はできないので、じゃあね。